けて。ライデン、どうした？返事をしろ！ライデン！動くな。動くな。勘弁してくれ。
ルバクラ。ジャック、呼んだ？ジャック、愛国者たちのデジタル統制ってどこまでなのかしら？わからないが、おそらく俺たちのごく日常まで入り込んでいるに違いない。どんな映画や音楽、ファッションが流行ってるっていう、そんな情報まで？趣味嗜好の統制ほど簡単なものはない。思い出してみろ。映画でも音楽でも人気ランキング上位のものにみんなが群がる。それが作られたランキングだと？そうだ。人の趣味は操作できないわ。それが人の個性だもの。いや、元来流行とはそういうものなんだ。私はそうは思えない。個人対話の時代は終わった。口コミの時代も。ローズ、メール友達はいるか？ええ、いるわ。何人くらい？頻繁に話をする人は20人くらいかな。そのうち会ったことがあるのは一人か二人。みんなそんなもんだ。
たとえメール相手が嘘の経歴や嘘の情報を流していても確かめようがない。嘘の経歴。そうだ、確かめようがない。それじゃ面識のある私たちはどうなの？俺たち？あなたは私に本当の自分を見せたことある？本当の自分がどうなのか俺にもわからない。今のあなたは正直だと思うけど。今の俺が正直？こんなに感情的なあなたを見たことがない。恐れたり怒ったり笑ったり。変な言い方だけど今のあなたは生きることに正直だわ。俺は任務に集中しているだけだ。ここは戦場なんだ。ええ、わかる。でもデートしてる時のあなたは違う。いつもクールだった。君はどうなんだ？私はあなたの前では素直でいたい。できるだけ。ライデンか、すまない。しばらく連絡できなくなるかもしれん。どうかしたのか？何、ちょっとした野暮用だ。気にするな。何だって？来たな。切るぞ。絶対違う。動くな。撃つ気か。お助け。どうしたの？セキュリティレベル5だ。カード5は持ってない。困った。なんだ、意外と弱いのね。はい。どうして？少しは私を見直した？もっと早く言ってほしかったな。本当言うと持ってるの忘れてたの。したいの？セーブ。無理しないでね。
動くな。動くな。撃つ気か。お助け。聞いていいか。何？高いところは苦手か？嫌い。水の中よりはマシだけど。どうしてそんなこと聞くの？これからはしごで下に降りる。どれくらい？ほんの少しだ。さっきもほんの少しって聞いたけど。40メートルくらいかな。行けるか？ダメって言っても連れてくんでしょ？足の具合は？大丈夫。だいぶしびれが取れてきた。一人で歩けるわ。よし、俺の後についてくるんだ。綺麗な夕日。再び太陽を拝めるよう頑張ろう。敵兵に。ガンサイは見つからずに進むのは無理だろうな。人一人取るのが限界だ。エマ、体重は？いきなり失礼ね。君一人なら当たれそうだな。こちらライデン、聞こえるか？ああ、どうした？エルキャック下部に到着した。今から海面を渡るところだ。エマは歩けそうか？彼女なら大丈夫だが、浮き橋はかなり脆そうだ。エマ一人しか渡れそうもない。オイルフェンスだからな。サイファーと見張りが数人いる。ライデン、PSG-1 を持ってるだろう。ああ。そこから狙撃するんだ。なるほど。ここは狙撃ポイントに最適だな。エマがE客まで渡りきるのをサポートするんだ。俺もE客まで行って援護する。それはありがたい。
狙撃の腕に自信は？大丈夫だ。このシチュエーション VR 訓練で経験済みだ。アドバンストモードの PSG1 レベル4。また VR か。いいか、彼女を傷つけるんじゃないぞ。すでにアーセナルへの退避が始まっている。敵兵は最低限しか残されていないだろうが、気を抜くな。地形から考えて人数をカバーするためにクレイモアを仕掛けている可能性が高い。サーマルゴングルでよく調べてみろ。わかった。今からE客へ向かう。エヴァ、聞こえるか？ええ。俺がここから君の進路を切り開く。どうやって？狙撃だ。私に当たるんじゃ。俺を信じろ。私泳げない。海に落ちたら？もう泳げる。いや、さっきは泳げた。わかった。準備はいいか？よくなくても行ってもらう。さあ行くんだ。君ならきっとできる。何かしら、ジャック。じゃあね。ライデン、どこ行く？エマを援護するんだ。 PSG-1 でエマの進路を切り開け。でもここまで来れたってことは、あのライデンって人ちゃんと守ってくれてるってことね。でもあの人は何なのかしら。名前も変だし、着てるものも変だし、手握る時もなんかやらしい感じしたし、ま、男前だからいっか。でもあの髪の毛はなんか怪しいな。ひょっとして、そう、後で聞いてみようかな。怒られるか。そっとしといてあげよう。エマ、さっき柱の陰で。え？
ことかな。エマ、一つ言っていいか。どうぞ。俺の髪は本物だ。だから何も言ってないってば。こちらスネーク、聞こえるか？ああ、聞こえる。いい客の狙撃ポイントに到着した。ここからサポートする。わかった。こっちが打ち逃した場合は頼む。俺に狙撃を任せたくなったら無線連絡をくれ。動くな。女の子、なぜこんなところにいる。好きでいるわけじゃないんだけどな。撃たないの？ああ。なんで？戦場では可愛い子に近寄るな。そうすれば下痢に悩まされずに進む。はあ？シャドウモセスで俺が得た数少ない教訓の一つさ。何のこと？ただの思い出話だよ。気にするな。言ってることはさっぱりわからないけど、要するに逃がしてくれるってこと？なんか引っかかる言われ方だが、まあそういうことだ。さあ早く行きな。ありがとう。ねえなんていい。そんな暇があったらさっさと。がはっ！また腹が。あ、ここはもうすぐ沈む。早く逃げるんだ。いいな。待って。あなたの名前は？名前などない。え？いや、俺は情に。ねえ、もしもまた。おかしな人。
うん、悪くない。食事に誘うにはオタクの許可がいるかな。ライデン、エマが刺された。なんてこった、傷はどうなんだ。意識はしっかりしてるが出血がひどい。すぐそっちに運ぶ。いい、ライデン、ディスクを持って早く来てくれ。時間がもうないかもしれん。わかった。スネーク、そっちの状況は？
エマが GW の自己防衛機能を一時無効化してくれたらしい。あとはお前のディスク待ちだ。急いでくれ。エマの体力が持ちそうもない。出血がひどいのか。ああ早く来るんだ。敵の心配はいらない。奴らアーセナルに乗り込んだようだ。もう誰も残っていないはず。わかった。ローズ、聞こえるか？ええ、ここにいるわ。やっぱりやめておく。ジャック、どうしたの？君にはわからない。私に話してみて、力になる。いや、君にはやはり理解できない。ジャック、話してみて。ダメだ、君には話せない。スネークさんには言えて、私には言えないの？彼は特別だ。どうして？私だってこうして一緒に戦場にいるわ。違う、ここが戦場だ。作戦室の中のライブ映像も違う。私にも銃を持って戦えっていうの？いや違う、君にだけはここに来てほしくない。どうしたの？俺は人殺しだ。でもそれは何も感じない。倒れていく兵士を、もだえながら絶命していく兵士を見ても。ダメよ、今そんなことを考えちゃ。俺は昔から人殺しなんだ。スネークとは違う。彼は信念を持って戦っている。あなたもそうよ。これは任務なの。俺は違う。俺はどこかでこのゲームを楽しんでる。動くな。お助け。アーセナル起動でセキュリティがロックされている。電算室への扉のみオタコンが解除した。寄り道している暇はない。急いで来てくれ。
エマは内臓をやられてる。出血もひどい。ディスクは下準備はエマが全部やってくれた。あとはディスクを入れるだけらしい。これで AI にウイルスが侵入する。うまくいってるのか。エマを信じろ。抗体エージェント、たたれた。ウイルスは全部入ったの？いや、表示は 90% で止まってる。オタコン、エマを間違うわけがない。だがワームクラスターの一部が改ざんされていたのかもしれない。エマの手を離れた後に愛国者たちが。ウイルスはちゃんと機能するのか？わからない。お兄ちゃん、うまくいった？あ、心配するな。そう、よかった。これでお兄ちゃんの家系に仲間入りしなくて済んだ。そうだな。ウイルスが効かなかったらあれを破壊する。もしくはソリダスたちを倒すしかない。どうやって乗り込む？いくら俺でもあいつには潜入できない。中から手引きでもしてもらわん限りな。お兄ちゃん、私本当は。なんだ？僕を恨んでるんじゃ。私、お兄ちゃんを困らせるつもりなんか、苦しめるつもりなんかなかった。アーセナルに関わったのもお兄ちゃんの歩いた道をなぞってお兄ちゃんに近づきたかったから。振り向いてほしかったのはお兄ちゃんに、一人の女として。いい、それはできない。そんなに正直に否定しないで。つらい。悪かった。最後にお願い聞いてくれる？何？名前呼んでくれる？エマって。え？私をエマって呼んで。いいじゃダメかい。エマ、聞こえないのか？僕が君の前から去った理由はあの事故じゃない。僕は君のお母さんと関係を持ってたんだ。誘惑された
ズルズルと。親父の事故、あれは自殺なんだ。全て僕が悪いんだ。許してくれ。退避を開始せよ。ここを切り離すつもりだ。どうなるんだ。沈む。人質を何とかしないと。カモフの整備は済んでる。全員は乗れないぞ。乗れるだけ乗るしかない。彼女も連れてはいけない。これよりカウントダウンに入る。ビッグシェル上部に残っているものは直ちに退避エリアに入れ。いつも僕だけが生かされる。なぜなんだ、ウルフ。オタコン、人質を頼む。君たちは。俺たちは乗らない。俺たちはあれに乗る。ウイルスが発動しなかった場合、海に沈める。僕が変わりたいよ。お前にはお前の役目がある。分かってる。僕には荷が重すぎる。違う。人質を救えるのはお前だけだ。分かるな。あれを二人の力で破壊するのはおそらく無理だ。奴らを排除するしかない。頼むぞ。重量オーバーでも何でもいい。岸までたどり着けばいい。任せてくれ。Ah!
お前も僕と同じだ。僕もお前もいつも一人だった。いつも孤独だったんだ。愛情に飢えてた。誰かに愛されたかった。いつもそれを思い描いていた。それを待っていた。でも違うんだよ。人から愛されるのを待っていてはダメなんだ。僕たちでも人を愛せるんだ。僕は4年前それがようやく分かった。幸せな家族を羨むんじゃなくて、幸せな家族を作ることができる。それが分かったんだ。僕は愛することを学んだ。エマ、君も人を愛せるんだ。大丈夫なのか、あいつ。やつは強い男だ。必ずやり遂げる。どうやってここを開ける？いいぞ。忍者、どうして？あれは発信してしまう。お前にはまだやってもらうことがある。今度こそ。しくじ。スネーク、どういうことだ？ライデン、悪いが眠ってもらう。動くな。裏切った。裏切る？一度も仲間だとは言ってないぞ。くそ。お前は。さ、覚悟はいい？ジャック、聞こえてるわよね。これまでの潜入データをセーブする？潜入データをセーブしたわ。生きているのか？オルガが捕まえたのです。ゲノム情報も調べましたが、正体がつかめません。NSA、CIA、FBI、 どこのデータベースにも存在しません。